はい、アカシックサーチのシンです、今回マリリン・モンローということでお届けいたします。さあ、マリリン・モンロー、まあ、あの世界的スーパースターで、あんまりねこの方のことは私よく分かってなかったので、ちょっと一本動画を探して、彼女の生涯的なものの動画というのをちょっと見てみたんですが、非常に優しい方だったなという印象で、その動画で紹介されていたエピソードというのを本当なんだろうかと一応サーチをかけてみたんですね。で、そうすると一応ヒットしました。あ、本当かということで、かなり優しい人だったようです。はい、でその動画をですね、一応概要欄の方に URL を貼っておきますので、ご覧いただきたいと思います。その動画の内容は一応サーチ上事実だったという結果でございます。はい、非常に優しい方です。はい、で、今回の動画はですね、彼女の死因ですね、なぜ死んだのかということで、いろいろとその憶測が出ておりますね。まずは CIA 説、それとマフィア説、そしてケネディ説、病気、事故、自殺ということで、いろいろありますが、ですね、この中で一応ヒットしたのは一応ということですね。自死というのが一応出ましたが、出たんですけれども、この瞬間に彼女の横に人がいたと出るんですね。どういうことだということで、じゃあ他殺かと思ったんですが、他殺では出ないんですね。で、これが一人ならわかるんですが、二人と出るんですよね。この瞬間、二人がそばにいる。どういう状況なんだろうかっていうのが、ちょっとさっぱりわかんなくて、仮説が作れないですね。二人って自死ってなんだっていうことで、強要かと思ったんですが、強要ならどちらかというと他殺系の反応も出るはずなんですが、それ全く出ないんで、ちょっとよくわかりません。もうちょっとじっくり考えれば理由といいますか、その彼女の感情とか状況が見えてくるとは思ったんですが、あまりまた具体的なことを言うと、大人の事情というのがあってですね、言いにくいというのもあります。一応自死だけど2人ほど人がいるというような状況が彼女のそばであったということのようです。ちょっと歯切れが悪いですけど、こんな感じでしたね。でもこの動画ですね、この動画がすごく良かったんですよね。結構ね、ニューヨークから100キロぐらい離れたところに住んでいたようで、結構田舎の方に住んでいて、そこで町の人に非常に優しかったそうなんですよね。恵まれない、結構貧困層が多い地域だったようで、そこで住んでいていろいろ助けたりとかで、子供たちの人気者だったということで、そんな人だったんだというのが、私今回の動画でちょっと初めて知りましたので、ぜひこの動画をちょっとご覧いただきたいなと思っております。はい、以上でございます。それではまた次の動画で。